今日のフラワーフェスティバル、お、嬉しい、ありがとうございます。フラワーフェスティバル終わりました、ありがとう。すごい、めっちゃパラソルありがとうございます。うん、なんだっけ、パラソルか、うん、テントか、あ、何これ、何、あ、あれ、パラソルよね。じゃあごめん、なんか頭が回ってない、それだけです、すみません。衣装も可愛かった、ありがとう。そう、今日は新衣装でした。新衣装でした、そうなのです。外暑かった、いや、めっちゃいい気温でした。なんかそんなに、そう、暑くもなく、寒くもなく、可愛かった。ピンクです、そうなんですよ、新衣装、花柄のワンピースでした。めちゃめちゃキュート、ありがとうございます。なんかに西日がめっちゃ照ってた。他にはどんな色があるかというと、緑、青、黄色、ピンクの4色でですね、そう、なんか私はピンクでした。お花持ってる、あ、あっちに行けました。なんかお花をもらう機会って割となんか多かった気がして、そう、4月多かった気がする、あ、5月か今は。衣装さんが選んでくれたの、いや、わかんないんですよね、衣装さんが選んだのかな、でもみんなで話し合って多分決めたんだと思うんですけど、そう、なんか多分衣装さんだけじゃなくて、こういろんなスタッフさんが多分決めてくださったんだと思います。なんかイメージみたいな。髪飾り、実は私の髪飾りは、あの、今日つけてたのもなんですけど、本当はカチューシャなんですよ。で、まあ、今日はハーフツインにしたので、なんかカチューシャじゃなくて普通の髪飾りをつけたんですけど、もう一種類あるので、そう、違うバージョンがある1個。そうなんだ、髪型によって変えます。噛んだカチューシャも、なんか夏衣装なので、半袖で、なのでなんか夏にまたいっぱい着れたらいいですね。ありがとうございます、ギフト。今日はハーフツインです、可愛い感じにしようと思ってですね、ハーフツインにします。フェスとかね、いいな、サングラスデイズ歌いたい、サングラスデイズやりたいですね、夏曲だしな、あれ。じゃんじゃじゃじゃんじゃんじゃんじゃ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 んじゃんじゃんじゃ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 んじゃんじゃんじゃじゃんじゃ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 、ツアー楽しみだな。あ、夏のツアー、私も楽しみ、全然まだ知りません。なのでまだそう、自分も知らないので楽しみです、どんな感じになるのか楽しみ。私さ、
朝も紅茶飲んで夜も紅茶飲んで、なんか一日必ず1回以上は紅茶を飲んでる。めっちゃ飲んでる。紅茶にハマってます。なんかその前はココアにハマってたんだけど、最近は紅茶飲んでる。コーヒーも、コーヒーっていうかカフェオレが、カフェラテが好き。ありがとうございます。ココアさん、ココアさんはホット。私が よく飲んでたのはアイスココアです。アイスミルクココア。アイコチとはまた話しました。また話しましたよ。写真も撮ったし、写真撮ったし、話しましたよ。なんか何、普段何してんのみたいな聞いたら、なんかまあいろいろなんかあれしてますこれしてますって言ってて、でなんかインドアなのアウトドアなのみたいな、どっちもですねみたいな言ってて、そしたらなんかいきなりなんかバッティング行きますかみたいな、バッティング行きませんかみたいな、行きましょうみたいな、なんバッみたいな、バッティングみたいな、なんでバッティングなみたいな、なんか健康的に体を動かしませんみたいな、まさかの初めて行くのがバッティングみたいな、バッティングセンター。いや私ね、何回かだけ行ったことあるの、1回か2回か分かんないけど、コッコさんと行ったことがあって、もう自分は打ったことなくて、ただコッコさんが打ってるのを見てたんですけど、でなんか「ああ運動いいね」みたいな、どっかありますかって言ったから「私はじゃあ水泳に行きたいな」って言ったら「行きます?」みたいな、まさかのなんかそういう「ご飯食べに行きます」とかじゃなくて、なんか体を動かしに行くみたいな。私打てなさそう、確かに。なんかそうだ、私打てないんだ。健康的だよ。なんかもっと健康的な生活をしないといけませんねみたいな話をしてました。アクティブです。いや私高校生の時の、あの高校生の時に高校生だっけ、ソフトボールをやったんですけど、体育の授業で、もう打てない、投げれない、走れない、拾えない、もう4拍子ですそのうち3拍子だけど、もう全滅だった。拾えないよ。もうなんかすごい、もうあの追っかけていく、あのあーとかじゃなくて、あーってあの転がっていくボールを追っかけていきます拾いに行く、拾えないっていうか拾いに行く、キャッチできない、拾いに行く。フライ、フライっていうのか。で投げてもあのボールばっかりで、あの
打つこともできない空振りで走るのが遅いからアウトになる、まあ、そもそも打てないと走れないんですけど、まぐれで打てたとしても走れない。終わってる。アウト。なん？技とかようわからん。ソフトボールと野球って同じルールですかね？ちょっと違うのかな？あんま詳しくないけんわからんけど。一緒？一緒ですか？なんか私がさ喋ったらさ、なんか知らないのバレるから、もう本当に知らないんですよ。違う？野球のルール理解。え、なんかでもなんか打つ人に投げない時ありますよね、たまに。なんかそれが意味わからんって思う時がたまにある。なんか見せかけて別の人にポイみたいな、ない？なんかさ、何あれ、何しとんじゃろうって思う。牽制？牽制って言うんですか？言うんですか？言うんですか？見たことある、見たことはあるからわかるよ。塁にいる人に投げる？そうな、何塁でもいいんですか？ここに注目するのが重要ある。え、なんか一回ね、なんかね、めっちゃ高校野球見た時になんか鬼ごっこみたいになった瞬間があったんですよ。なんかみんながこう塁をこうやって移動して、なんかあれ何だったんだろうって今でも思います。ちょっとあんまり分かってない。なんか基本のルールは分かる。打って、あ、打ってじゃない、あ、投げられて、打って走ってボールが来るまでに踏まないといけないんでしょ。野球見に行かないんですか？え、行きたい、行きたいけど、なんか一人で行く勇気はあんまないかも。なんか全然わからん、そういうの。今 STU メンバー結構行ってますね。はい、野球。あ、マヒホノさんはよく行ってるイメージあるわ。マヒホノさんたちいつも行ってるイメージある。すごい、パラソルありがとうございます。いいね。こっちだよね。バッティングセンター。25日おめ？あ、私がさ1日休んだのにさ、なんか続いてるから25日だそうだ、
おまけ一日。そうなんだ。スポーツ見に行ったこと？え、あるよ。あるけどね、記憶が乏しすぎてね、大きくなってからはあんま行ってないかもしれない。なんか見に行ったっけ、行ってないかも。ないわ。高校野球は全校で応援してたから、それは見に行ってたけど、それ以外の競技はないかもしれません。ちっちゃい頃ならあると思う。ちっちゃい頃っていうか、その小学生の時とかは。でもなんか中学入ってからは行ってない気がするな。サッカーはなんか STU 入ってからサッカーのイベントがあったんで、それでちょっとだけ見たんですけど、そう、全部最後までは見れずに帰っちゃったんだよね。そう、レノファ山口、バレエ、バレエはスポーツっていうか、バレエは総合芸術です。バレエは芸術なんです。なんかバレエはね、あんまりそんな、なんか、あ、なんか発表会とかどっか見に行ったりはしてたけど、そんなに。バレエはスポーツとは、いや、スポーツも入ってるかもしれない。でも最終的には、最終的にっていうか、総合、私は総合芸術だと思っております。なんかのなんかでそう言ってるのを聞いたことがあって、そう、めちゃめちゃいいんですよ本当に。私もクラシックバレエは今でも結構暇な時とかにこう見たりしてるんですけど、こう流し見だったり、こう置いて何かする時にこうパッて音楽とか聞くだけでもめっちゃすごい好きなので、よく見たりするんですけど、めちゃくちゃいいです、本当に好き。なんかやめた、バレエをやめたんですけど、やめた今でも結構見てます。白鳥の湖のイメージは確かに強いですよね。あの、チャーン、チャララララン、ララン、ララン、ララ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 、これのイメージが多分みんな強いと思います。ゴリバの踊り好きでした。嬉しい、ありがとう。やってた。くるみ割り人形が、てってててててててって、私はくるみ割り人形したことあるんですよ、あのバレエの発表会で。その時は小学3年生ぐらいだったから、ネズミ役でした。こうやって、こうやって。まあバレエ、バレエだけど、まあ、あの結構物語なので、バレエも一個の作品、こうなので、
私はネズミ役で出演してましたね。ネズミ役あるよ。コッペリア好き。いいね。コッペリアとかなんか久しぶりになんか聞いたぞ。コッペリアもやったことあります。なんだったっけな。やったことありますよ。なんかの役で出た。結婚、最後結婚するからハッピーエンドです。最後結婚、なんかバレエあるある、あの何幕かあるんですよ。1幕2幕までの作品もあるし、1幕2幕3幕ってこう分かれてて、大体3幕はなんかハッピーエンドは結婚式で多い気がする。結婚式があって終わりみたいな。1幕2幕で物語を進めて3幕結婚みたいな。バレエあるあるです。バッドエンドはめっちゃあるよ。バッドエンドはめちゃめちゃあります。なくなっちゃうみたいな感じの。バッドエンドある。バレエ習うきっかけはなんかお姉ちゃんが習ってました、先に。なんでそう、私もちっちゃい頃から習ってました。白鳥の湖はバッドエンドですか？あれはバッドエンドですね。バッドエンドですよ。白鳥の湖はバッドエンドです。でもバッドエンドの作品もなんかどっか頑張ったらハッピーエンドにもなりそうな気がしない？私ロミオとジュリエットハッピーエンドかだと思ってたから、あれバッドエンドだし。うっ。ミジリバット、そうかな。配信がバッドエンドにならなくてよかったです。パタン。すぐに事故るんで。一幕終わり。配信一幕終わり。ドンキ行こうって言えばバレーになるの？ならないよ。ドンキホーテ、どんどんどんドンキドンキホーテ、ドンキ行こうったらドンキ行きます。ドンキホーテっていう作品もあるけど、ドンキに行きます。あるの、ドンキホーテっていう作品があるんですよ。
こっから2幕。嘘、待って、今何時なの？23時じゃん。ジゼル、私卒業がジゼルだったのでやりました。ジゼル、バレエ何分ぐらいだろう。一作品2時間ぐらいあるのかな。そんなにないのかな。2時間、なんかものによると思うけど2時間くらいあると思います。ジゼル、あ、なんかジゼルっていう作品があるんですよ。ジゼル、ジゼルは最後亡くなっちゃうんですよ。そう、亡くなっちゃう。休憩、あ、そうだから1幕と2幕の間にあるみたいな感じです。バッドエンド？でも1幕でなくなっちゃって2幕は幽霊っていうか、なんか生みたいなで出てくるの。もうなくなってその後の姿で出てくるのっていう話です。なんか語ったら奥が深いので、多分私めちゃめちゃペラペラ喋っちゃうのでちょっとあまり2幕制です。ジゼル3幕はないね。ジゼルは、あのジゼルっていう作品はすごい、すごい思うと、なかなか見ててちょっと苦しくなるの時もあります。検索して調べたくなる。なんかジゼルっていう女の子がいて、その女の子は心臓が弱くて体が弱い感じの女の子で、でジゼルは恋をしてるんですよ。でそのアルブレヒトっていう男性がいて、その人に恋をしてるんですけど、でアルブレヒトは貴族なんですよ。でもジゼルは貴族じゃなくて普通にあの町の女の子みたいな感じで、でその貴族のアルブレヒトには婚約者がいるんですよ。もう貴族だからこの人と結婚するみたいな。でもジゼルとこう恋してジゼルと恋愛しちゃうんですよね。で、まあ、途中で、まあ、発覚するんですよ。そのでジゼルはそれでこうなんでみたいな、なんで誰みたいな、婚約者え誰みたいになって、でそこでちょっともうこう気が動転して亡くなっちゃうんですよ。でアルブレヒトはこれ何言っちゃいかんの。そうそう、さセリフないんですよそれが。でもそう、あ、1幕なんですよこれが。1幕で悲しい、待って待って、悲しい。そうで1幕でこれは終わっちゃって、で2幕はそのアルブレヒトがジゼルの墓を訪れるとこから始まるんですよ。でそのまあジゼル率いる精霊みたいなのが出てきて、でそのジゼルを、ジゼルじゃない、アルブレヒトをこう なんだろうな、なんかまあ悪いことしたっていうか、まあ二股かけてみた、かけてみた、かけてたみたいなもんじゃないですか。だから地獄に落とそうみたいな感じでこうするんですけど、ジゼルはアルブレヒトを守るんですよ。やっぱ好きだからダメって。で最後戦ってちょっとで助かるんですよ。でジゼルはそのまままたお墓に消えていって、アルブレヒトはその命を生かせてもらって最後なんでちょっとみんなが
で、そう最後こうって感じで終わりますっていうのがこうパッと詰め込まれたネタバレ。いやでもね、先にあらすじを知ってから見る方が、あなるほどなるほどってなります。やっぱりなんか知らずに見たらわからないことが多い。全部喋っちゃうけ、いやじゃあドラマとかじゃないから、そういいと思うんだ。セリフなしで表現、そうなんか身振りでやるんですよ。あなた私の婚約者、この左手の薬指を指すみたいな、これをなんか舞台上でやるんですよ。で違いますみたいな、こういう感じでなんか言葉なしで演じるんですけど、表情と。でも多分こうあらすじを知っといた方がわかると思うんだ。だからちょっと言ったことは、まあ、許してちょ。正式な題名はジゼルです。本当にジゼルなの、3文字です。ジゼル、もっと登場人物はね他にもいるんですけど、2人以外にも。精霊の名前はウィリー、ウィリーだったかな。ちょっともう私もでもね最近なんかね記憶力が乏しくて、なんだっけみたいなことめっちゃ多いんですよ。なんでこうたまに見るとすごい懐かしくなる。ミリじゃない、ウニちっちゃいウィリ。今日こんなバレエの話しようやっけ。あ？うん、写真あるかもしれん。いや、ないかもしれないあるかもとか言っときながらないかもしれません。ジゼルの写真、あ、スポーツから脱線したんだ。そうやん、待って見せてもいいやつあるかな。え、見づらなんてこと。え、ちょっと待って、なんでこんな見えんの。ちょっと待って、画面を暗くしたらいいか。あ、見づら、もうちょっと明るくしよう。あ、これ私です。ショールームが反射してる、みんなのアバターが反射してる。
魔法ケース買った、簡単見て、イエーイ、かわいい、終わりました。もう一回見せてよ、見て、あ、汚い画面が、ちょっと掃除してない。もめで送ってください。はい。誰って感じかもね。誰って感じかもしれないです。なんかメイク全然違うから。配役、配役は、まあ、あなたこれ、あなたこれみたいな感じです。あと踊って決める、こんな感じだよ。食券さん、ありがとうございます。ゼロ配給、生きててよかった。来てます、来てますよ。私さ、携帯がね、しょっちゅうというか前も壊れて、写真が全部なくなってたって思ったら、意外と昔の写真を保存っていうか、なんか預けるみたいな、なんか保存みたいなのしてて、意外とあったんですよね。あ、え、iCloud ではないかもしれんけど、 iCloud なんかな。そう、意外とその前の写真があって、あ、めっちゃ、なんて、え、本当にめっちゃ前のね。なんかないかな。何笑い？いや、私のあのなんか服がめっちゃダサいって言われてた頃の写真が出てきて。めちゃ服がダサいって言われてた時の写真が出てきた。なんかこれはダサいってめっちゃ言われた。ダサいですか？そんなに、え、ダサいですか？そうかね。子供っぽい。懐かしい。おんぶ。え、この頃の格好も見て話した。青にさ、下ピンクっていうさ、すごい組み合わせで生きてるわ。なんてこった。
おしゃれですか？なんて凝ったですよこれは。その写真初見かも。わかんない、あんま見せたことないかな、わかんない。でもなんかあれですよ、ブログ、いまだにブログが多分あるはず。そう、結構前の写真です。ほら見て、ソラハと私、ソラハと私、若い、若いってどういうこと？幼い、うん、ドラさん5人、 iPhone、 ソラハ、私、おきちゃん、ゆらちゃん。めっちゃ前の写真ですよこれ。そうなんです。化粧系がない、確かにそうか。初グラビア、ボムさん。フォルダに整理してるの、あの子ね、まとまってるの。そうなんだよ。エモいんだけど、見て、ほえー、この衣装最近着てない。いつだ、いつか分からん。幼い、ティフだ、そうだ、ティフだ、そうだそうだ。これちょっと見づらいかな。 AKB 劇場です。あかりんさんと撮った写真。出張公演したいです。今のご時世的に難しいですけど、なんかそのうちできるようになったらまたいろんな劇場に行きたいなって感じる。お互いのポーズしてる、待って、キュッキュッ、こんな衣装あったっけ。あった、ありました、ありましたね。来た、大阪も来て、行きたい、行きたいですね、いろいろ行きたいな。確かに船に出張公演にはさすがに難しかったですね、他のグループさんは。難しい。私の後悔はなんか SKE さんの劇場に行って、でなんかめっちゃ差し入れっていうか、本当に
ケータリングがめちゃくちゃ豪華でひつまぶしが出たんですよ確か。で私でもなんかうなぎは食べないっていう、もう本当にもう意味のわからないなんかそのルールを自分の中で持ってたから食べなかったんですよ。もうひつまぶしを食べずに何をしてたんだと思って、あのケータリングでも目の前にひつまぶしがあるのに、本当にもうあれだけはめちゃめちゃ後悔している。私はもう今でも後悔している、なんで食べなかったんだろう。そのルールはなくなったのも一回、なんか一回食べてしまったらもうね、うなぎ嫌いじゃない、うなぎを食べたことがなかったのだから、なんか初めてのうなぎはなんかこう今じゃないなみたいなのがあってそう、なんかめちゃめちゃなんかこういろんなこと達成してこう成功した時に食べようみたいな、うなぎはって思ってたから。そう、謎に食べなかった。そうけど中尾でデビューしました中尾デビュー。うなぎで、さらに自分でうなぎを作ったうなぎ作ったから美味しかったな。あれ以来でも食べてない、またうなご作った。食べたい、え、食べたい、食べたいよ。うなぎを作るとは、なんかうなぎは作れるんですよ。はんぺんって、はんぺんは魚のすり身だから。そう、なんでそう、なんか自分がなんか成長したから食べたとかじゃないんですよ。なんでうなぎをあの時に食べたかっていうと、なんかうなぎは絶滅危惧種だみたいなのを誰かなんか言ってたんですよ周りで。うなぎは絶滅危惧種、食べるなら今だみたいな。だからもうなんかその食べずにお別れになっちゃうのも悲しいなと思って、なんかいろいろな気持ちもあり、ちょっともう悩んだ結果食べました。そうなんですよ、うん、クジラ、クジラ食べたことあるかな、わからん。次はクジラ、なんで、うんすぐ食べたことないものを食べます。なんだろう、わかりませんけども、なんか食べたことないものあるかな。私あれが食べたい、カラスミ、カラスミが食べてみたいんですよ。食べたことあります皆さん、カラスミ。見て気になる味、あれなん、なんか卵、三大珍味、ある、ない、そう、ボラの卵をなんか干したりつけたりして作った。やつ
からすみパスタ、え、美味しそう。あるよね、からすみ、ちょっと気になります。できたらこれ近い。そうなの？あとイカスミ、イカスミも食べたことないかも。だからイカスミ食べたい。イカスミパスタ、イカスミ目標ですね。カラスミ、カラスミ、カラスミ、イカスミ、あん、なんだっけ、カラスミだっけ、あれイカスミ、イカスミ食べれる？すぐに。イカスミはどこで食べるんだろうな。でもなんかパスタ屋さん行っても他のクリームパスタに惹かれてイカスミ頼まないんですよ。サイゼリヤに行っても、あ、なんかハンバーグ系にしようかなとか、あ、ドリアにしようとか考えたらイカスミパスタ頼まないんですよ。食べたいな止まりなんですよ。なんか一番食べたいものどれかって言われたら、その時なんかイカスミはあんま頼まないんですよね。だからなんか別のものを食べちゃうんだよな。だからイカスミを食べないとって、食べようって思わないとダメ。作るのはちょっとハードル高いんだけどな。イカつらな。休みもごもご配信、なんかやばくなりそうここら辺めっちゃ黒くなってさなんかちょっとやばそう。歯が黒くなりそうです。もぐもぐ配信大好き。嘘、なんか私に食べてほしいものはありますか？何でも食べます。あの、食べ物だったら、あ、熱々おでん、それあれじゃん熱々になんか食べてほしいの。あ、辛いやつ？辛いやつ前挑戦した。めっちゃ口から火が出そうになるの。食べ物なら、食べ物なら食べます。アネキューとロシアン寿司、え、面白そう。でもアネキュー嫌がるかな魚さばいてほしい。え、さばけるよ。一回しかさばいたことないけど。さばき方はわかる。見えないところでのリアクションは辛い。え、確かに。なんか姉は辛いの食べても画面外だから。ぐえーって。口じゃない、声だけしか。
寿司またやってほしい。え、あれがいいな、その場で握ってその場で提供、ヘイお待ち系の寿司屋さんしたい。姉に、あの姉に、あの私大将、姉が客、今日は何する、ヘイお待ち系、うん、私が大将です。へえ、何する、姉ちゃん、今日は大将何が入ってるんですか。今日はね、タイ、ヒラメ、ハマチが入ってるよ。こういう感じ。じゃあ大将、ハマチ一貫もらっていいかい。あいよ、ヒヨマチ、もう西ロミ、ほんとや、西ロミ、赤身がなかったです。何直って、なんか直ってなんか前習った気がするな。なんだ直って、つけ、つけじゃない、つけと直は違う？何？直ってなんだ？あ、あー値段が変わる。あー、はい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 。あ、なるほど。変わる。イントネーションが違う。え、直じゃない、直、直じゃあめちゃめちゃ高くしちゃおう、姉に、うん、500円です。一貫500円です。今日はね、なかなか釣れなかったんだよ。だからね、うん、500円です。安い、嘘、え、待って待って、500円って 安くないよ、高いでしょ。え、一貫だよ、一貫500円だよ、安いの。大トロだったら安い。え、大丈夫、どういうこと。え、一貫500円は普通なの、もっと高い。なんでみんな知ってるの。行ったことあんの。じかで500円は安い。じかなんかゼロが3つ。そうな、なんで知っとん、なんで知ってるんですか。行ったことあるの。一貫、え、本気で言ってますか。え、一貫1000円ぐらいする。一貫ってさ、一貫って一皿じゃなくて一貫、シャリ一個、シャリ一個にネタ一枚。え、え、するの。え、そうなの。すごい、この世界はすごくない、マジか。すごい、なんで知ってるの。ショック、え、ショックじゃないよ。え、なんか、え、そうなんだみたいな。え、すごい、
回らないお寿司、回したい回したい。回したら値段安くなったりしないですかね。でこう安くなーり安くなーり。でもいいこと知りました。じゃあ1500円にしよう。今日はねあんま釣れなかったんだよ。直でこの魚は直なんですよ。1500円です値上げします。ラブ、あ、萌え萌えくん寿司メイド、メイド寿司。お安くならんかの、まあ頼むしかないね。すいません、安くしてください、お願いします。にぎにぎキュンは面白い。そっか、なんか寿司ってすごいな。お寿司屋用語知らん。そのじかどっちか分からんけどみたいなやつ知らんわ。お寿司屋さん、まあ、いかんかもな。そういう感じの行ったことないわ。いや行ったこと、いやちっちゃい頃あるのかな。いやないわ、回ってたかも。上がり？お茶？何紫って。わかった。上がりがお茶なら紫がおしぼりでしょ。合ってる？あ、醤油だった。全然、私めっちゃドヤ顔でこなしたのに全然違った。あ、お醤油のこと？確かに。お醤油は紫か。じゃあおしぼりは何？違った。なんだ？え、じゃあなんていうの？紫くださいって言うんですか？あ、お手拭き？何玉って。あ、待って当てる。醤油でしょ、お茶でしょ、え玉。じゃ例文が欲しいな。玉の例文、卓上にあるもの、通な人が頼む。え、いくら、いくらもさ、ギョク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 って感じだわ。あ、卵か。え、でも魚卵も玉じゃない？
メニーメニー玉でしょ。卵。鉄砲はわかる。分かった。箸だな。箸っしょ。これから食べ物を食べるぞっていう道具だから箸です。卵は玉じゃないよ。メニューメニュー玉ですよ。違う。カッパは、あ、カッパは分かる。カッパ巻きのカッパでしょ。鉄砲はフグ。当たると死んじゃうからフグなの。そういうこと。確かにフグは毒がいっぱい。え、でも鉄砲、え、それだったらでも毒の方がいいんじゃないんですか。鉄砲かすっても、かすったらだってねえ。どこだっけ、毒じゃいけんわ。でも確かにそれはダメだ。ネーミングがダメだ。確かに注文はできませんね。鉄砲の刺身でテッサ、そういうことなの。テッサって言うね。確かに確かに言う。なんでテッサって言うんやろって思っとったけど、別にそんなこと考えたこともなかった。鉄砲の刺身、じゃあ毒の刺身だったらドッサだったかもしれん。え、すごいな。いや、覚えた覚えた。めっちゃ何てっちりって。てっちりは、え、てちり、え、何、鉄砲のチリ、チリ、鉄砲のチリ、チリソース。何、チリソースじゃない、チリメン。チリメンっていうのは別の魚だもんね。チリに鍋、そうなん、聞いたことないよ。初めて聞いた今。てっちりっていう言葉を初めて聞きました。すごい。フグの鍋。草は、え、草はあの、笑った時に使う言葉。あ、WW。 何、なんだろうね。あ、ネタのネタ、なんか葉っぱ系のネタ考えたらいいんかな。なんかあるかな。
わかめ、わかめないな、わかめ、もしかしてわかめの味噌汁みたいな感じ、わかめ、海藻、海苔、え、海苔のことなの、なんで海苔って言わないの？なんでですか？教えてください。なんで醤油って言わず紫って言うんですか？なんでですか？なんで醤油って言わないんですか？なぜ？え、漬け？なんか漬けは、な、聞いたことある、なんかあれでしょ、月払い、え、あのゾゾタウンみたいなやつですよね、あのゾゾタウンも服いっぱい買ってから後からなんか払うみたいなやつあるじゃないですか。あ、それ違う、それ漬け、あ、漬けと漬けは別物なの、あ、違う違ったわあ、それは漬け、あ、漬けと漬けは別物でした、すいませんづけは漬けたものか食べた、もう知らねえ、知らねえ、知らねえぞ、でもね、さ、漬けって使う？漬けくださいっていうの、だって何を漬け、何の漬けですかみたいな、なら、え、じゃないの、なんか漬けといえばこれなの、何の漬けって言わんといけんよね、あ、マグロなの、え、もうマグロしかつけるものはないんですか？なんかちょっと上から目線になっちゃった。そういうつもりはないんですよ。あのつけるものはないんですか？じゃなくて、ですね。他につけたもの、つけるものもあるかもしれないじゃないですか。なんだろう。あ、イクラの醤油漬け。イクラはイクラなのか。マグロだけなのか、なんか他にもつけるものがあるかもしれません。漬けって言ったら マグロが出てくるの、サーモンつけたやつ絶対美味しいよ、うん、美味しい、ゾゾタウンはつけです、つけ払いってあるよね、つけ払いっていうのかな、私は恐ろしくてできません、なぜかというと、たまったものを払うのが怖いんですよ、なんで定期的に払わないと怖いから、私の性格上貯めるのは良くないなと思うので、カード、あ、持ってないです、はい、持たないですね、持ってない、普通に、え、え、 IC カードはクレジットではないですもんね、
何ニコニコって、ニコニコ現金払いって何っていうこと、ニコニコしながら払うってこと何もう分からん、何ですか、あ、前払いか、ペイペイ、ペイペイは使ったことあるけど、チャージして使ったことあるけど、もうチャージができんくなって、どうやってチャージしたらいいかわからんくて使ってない。あれどうやってチャージするんやろね、未だにさ、チャージの仕方がわからんくて、チャージできないんですよ。なんか前はなんかできたんですけど、急にできなくなって、どうやってチャージしたらいいのかわかりません。店員さんに言ったらチャージしてもらえるのかな。めっちゃ話が反対に飛んだんだけど、待って、何の話しとったん本当に。そう、前半バレエの話とかしとったのにさ、今はさ、なんか全然別の話しとる。寿司のネタはめっちゃ、あ、寿司のネタっていうのは、寿司の話題はめっちゃしたねこれ2幕なんで。いや、覚えた、寿司の用語、これから聞かれても堂々と答えられる。これから、あ、家で使おう、家で、あ、ちょっと紫取って、これ言ってみよう、今度姉を試してみますね。あ、こ、ちょっとそこのさ、紫取ってくれるみたいな。言ってみるわ。怒られる？いや、姉も寿司屋さんには行ったことないと思うんで、これはいいですね。玉、あ、いいね。ちょっと弁当にさ、玉入れるんでしょ？早く焼かないと。こういう感じ。あ、おにぎり草で巻いといて何で巻くかな なんか別のもので巻きそう使いこなすから私すぐに。楽しみだな、これは本当に野菜とかで巻くかもね。めっちゃ怒りそう姉が。多分ショール見てないと思うから大丈夫。私が寿司用語飲み込みで黙りないかと寿司屋さんになります。あ、寿司屋さんになるんで、私の家を寿司屋さんにしよう。うんうんうん、
パン兼寿司屋にしよう。パン屋さん、あ、じゃあ、パン屋さんの前に寿司屋さんをしよう。お寿司屋さんやってからのパン。もうね、お寿司はね、握るの相当大変だよ。なんか難しいと思う。なんかね、前動画見てたんだよ、なんか寿司を握る、めっちゃ難しそうだった。なんか修行が必要なの。寿司屋さん。そんな簡単じゃない。そりゃそうだ、弟子入りしないといけないからな。メニューにクエスチョン入れよう。クエスチョン、何が乗ってくるかわからない、何のネタが来るかわからない、クエスチョン、クエスチョン寿司。店名はハテナにしよう。もうハテナ。だから何も釣れなかった日はすごいものが乗ってくる。闇寿司。闇？自分で釣る。それはお楽しみ、来るまでお楽しみ。58だって。どうしよう、今日なんか変な話っていうか、もうでもいつも変な話しかしてないんだよな、ショールームで。なんかすみませんね、本当にすいませんね。なんかでも今日は寿司の知識が上がったので、はい、すごいありがとうございます、皆さん。いやー、上がったね。あと30秒だ。おやすみなさい。インスタ更新しようと思ってたんだ。ストーリー載せまーす。